はい、こんにちは。YouTube をご覧の皆様。えっとね、YouTube ではなくて Google の方なんですけども、Google のあのマップ機能ってあるじゃないですか。Google マップってやつ。あちらの方ではね、ローカルガイドっていうそういう制度があって、私の場合今レベル9なんですよ。で、あと4万3000ポイント取るとレベル10っていう最高レベルまで来るんですよね。で、今度12月7日のことなんですけども、えー こちらのねガイディングスターっていうか何と言いますかガイドスターっていうのがね発表されるらしいですえー、っと12月7日水曜日の午前9時かららしいんですけども、えー、みんなをリードする活躍を見せたローカルガイドの表彰っていうのがあって私が出るかもしれないですねであとはセッションがあったりマップの今後についての発表があるということですよね私はがっつりこのグーグルマップのまあ、えー、作成にね こうやって関わってますんで、ちょっと興味持ってみたいと思いますけども、まだ日本ではね、ローカルガイドのレベル9とか10って本当に数十名しかいないんで、トップポジションなんですよ。で、ローカルガイドなんかなって意味あんのっていう方いると思いますけども、まあ、レベル9とか10に来なければ見えない世界がありますから、<laughs> それはね、これからおいおいと発表になるんじゃないかなと思います。 私一人でね、北総に出ますけども、この活動自体もう10年ぐらいやってますんでね。10年ぐらいかからないと、そのレベル10とかにはなかなか行かないってことなのかなっていうところですね。あ皆さんレベル5ぐらいしたら結構すぐ行くんで、目指してみてはいかがでしょうか。それでは。